You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんばんは。8月3日アーティスト演舞のお時間です。マネージャーの本地です。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして今日はキャプテンがお休みのため、キャプテンの代行に当番組 S ディレクターが出演してくださいます。こんばんは、鈴木です。なんでそんないい声なんですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ久しぶりですよね、鈴木さん。そうですね、鈴木さんって言っちゃったS ディレクターって言ってる鈴木さんって言っちゃった。はい、鈴木です。大丈夫ですよ、鈴木です。鈴木さんです。はい、久しぶりに出てますね。そうですね、やっぱタヤさんがお休みの時だけ、はい、代行でいつも、うん、そうですね、ちょいちょい、コーナー出てたかもしれないですけど、ここに座るのは、ね、そうですよね、なかなか、なんかすごいこの構造がすごい久しぶりな気がします。去年の周年以来かな。周年になるとタヤさんいないの何なんですか？何なんでしょうね。一番いなくちゃいけない人ですよね。びっくりしますよね。年に1回の代行が周年ですよ。いや、そうですよね。タヤさん今日ちょっと遠いところに行ってるそうで、そうですね、出張がね、もしかしたら Wi-Fi があるとこだったらこの放送見てるかもしれないんで、タヤさん見ててください。はい、ということでアーティスト演舞スタート。おすすめのナンバーに野本佐野がハイタッチするような新たな感覚をあなたにプレゼント。はい、それでは早速今日のテーマトークに行きましょう。今日のテーマは9周年です。おととい8月1日でアーティスト演舞、番組始まって9周年を迎えました。ありがとうございます。ですが、先ほどもお話しした通り、去年に引き続き周年記念にキャプテンが不在っていうまさかの状況になっております。私本チもですね、2018年の6月から参加しているので、参加してから6周年になるんです。そんなにありますか？半分以上。早いですね、はい、9周年です。ありがとうございます。もう長いこと続けさせていただきまして、いやー、なんですかね、あっという間に、もう次10周年ってことでしょ。次10周年です。局長からのね、局長ありがとうございます、はい、祝福をいただいておりますが、本当にお世話になっております。いつも、いやー、来年節目、これ流れだとキャプテンいないじゃないですか。来年もですか？このままの流れだともう周年記念、ね、あえてタヤさんもいないでいても出さないっていう。いても、タヤさんお休みしてくださいっていう、ね、10周年ってすごくないですか？なっちゃう。アラサーから始まってもうアラフォーになってるってことですからね。ちょその数え方ちょっと嫌ですね。めちゃめちゃ年齢重ねてるやんって。いや、そうですよね、もう6年か。でも私は7年目ってことですよね。そうですね、だからもう10年目ですよ、番組は。すごい、私芸能人生で一番長く続けてる番組かもしれないです。アイドリングですら5年だったので、それを優に超えてるんで、ありがたいです。いやー、それもすごいですね。始まった時、こんな長く続けさせていただけるなんて思ってなかったです。誰も思ってないです。こんなに渋谷通うと思ってなかったです、毎週土曜日。うん、確かにそうですね。ゴールデンタイムに。いろいろね、形は変わりつつ。そうですね。形というか、まあ、そうですね、人の入れ替わりはありつつでしたけどね。タヤさんだけですよね。一番始まってからずっと同じメンバーの。タヤさんだけですもんね。でも周年には来ない。唯一の。キャプテン、ね、そうなんですよ。まだね、スタジオがここのちょっと離れたところにあった時から。そうですよね、私はまだその時代知らないので、はい、そうなんですよ。でそこから前の、マネージャーから、私2代目ですよね、2代目マネージャーになって、はい、で仮入部っていう若い女の子たちの、うんうんうん、まあ、部活動っていうテーマなんで、女の子たちもいて、みんなの卒業を見届けまして、大体半分以上の、いやー、たくさんの人がね、関わってくださいましたよね。そうなんです、ゲストさんも、はい、ゲストさんもだってもう何百組ですよ。そうですよね、うん、
それでテレビで活躍してるの見てるとやっぱ嬉しくなりますもん、いらっしゃいますよね、ちゃんとね、うん、テレビに出てる方アーティストライブ出たからかなみたいな、ちょっと思っちゃったりとか、まあ、100% そうでしょうね100% そうなんですかね、はい、ありがたいですよ、いやありがたいことですよね、そうですね、19年か、いろんな企画もやって、ありましたね、タヤさんのダイエット企画が一番印象に残ってますね。タヤさんのダイエット企画本気でやりません？なんかタヤさん今プール通ってるらしいんですよで結構私と同じく大好きなコーラもやめて、はい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 、白ご飯もやめてとか、うん、結構聞いてると太る要素がないんですよ、なのに体重が減らないらしいんですよ、だから絶対隠れて食べてるんですよ、絶対白くないご飯食べてるなんか赤とか黒とか食べてるんですよ、絶対食べてるんですかね、単純におこわが好きになっちゃっただけですもうその代わりのパスタとか麺とかなんですかね、小麦粉、うん、聞いてるとでもそんな食べてないらしいんですよ、で今結構プールにも通って結構運動してるみたいなんで、有酸素の絶対それ続けてたら痩せるはずなのに、私だから番組に携わってから6年、うん、聞いてる体重あんま変わってないどころか、まあ、多分増えてるんですよ、はい、増えてると思います、だからキャプテンのダイエット企画本気でやりましょうよ、いやなんか一回やった時のあのトラウマが変わらなかったんでしたっけ、はい、増えたんですよ毎週ちょっとずつ増えたんですよやばいですね、そんなことあります、じゃあタヤさんのお家とかにカメラ仕掛けたらどうですか、ね、部屋に、ね、そしたらもう実は食べてたみたいな、実は食べてんのかな、実は食べてますよきっと、うーん、もしかしたら、まあ、生活が不規則なんで、ね、それはありますね、やっぱ仕事柄、仕事柄ね、それもあるかなとは思いますけどね、じゃあ10周年に向けて、ね、タヤさん1年間かけて半分ぐらいの体重になってほしいですよねだって若い時のタヤさんめちゃめちゃイケメン、今がイケメンじゃないってわけじゃないんですけど、前もイケメンじゃないですよ違うんですよ本当に私痩せてた頃の写真タヤさんに見せてもらったんですけど、半分ぐらいですよね、でも本当に全然違います、うん、別人、なんか本人も言ってましたね、半分ぐらいでしたって、本当にびっくりしますよ、すごいスマートなタヤさんになってて、ね、だってね、LINE のアイコンがいやその頃のアイコンなんで、そうなんですよ、ちょっとかっこいい感じの、うん、ギター弾いてて痩せてるけど、今ギター弾いてないわ、痩せてないわってどうなんですかね、ね、まさかのいないキャプテンのお話になっちゃう、まあ、見てるかなと思うんでね、そうね、見てると思うんで、タヤさんちょっとダイエット企画やりたい、せめてね、こう会話の話題の中だけでもね、いてもらわないと思いますよね、実際いないんで、うん、ちょっとどうです、もうじゃあやってみましょうよ、タヤさんのダイエット企画成立しますかやってみたいですわかりました、じゃあちょっとあの S ディレクターちょっと企画、はい、お願いしますお願いしますはい、というわけで本日も私フォンチーと S ディレクターで本日も番組を盛り上げていきたいと思います、番組の Facebook ページも皆さんぜひいいのしてください、よろしくお願いします、ではここで1曲お聴きください、バカンシーコントロールでロンリーロンリーロンリー、愛しているから深く深く、ただそれだけ、ただそれだけなのに、裏切りや嘘は大嫌い、それでも君がいなくなるくらいならどんなことでも、私そんなあなたを見ていられない、そばにいるよ、そばにいるよ、そばにいるよ、一人じゃないよ、こんなことしか言えなくてごめんね、泣いて泣いて目の前が見えなくなっちゃって、夜の好き
日のゲストを紹介いたしましょう。本日はバカーシーコントロールの深田あかねさん、木本優希さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というか呼びつけました。呼びつけました、はい、まあ、周年にふさわしいね、はい、ふさわしいゲスト。でも先週急に2人に、うん、来週の土曜日空いてるっていうか先週遊びに行くような感覚で言いました。なるほど。いいよいいよみたいな、宅飲みみたいな感じちょっと改めてちょっとプロフィールの方をご紹介させていただきます、はい、バカーシーコントロールはですね、元 SDN48 のあかねちゃんと、はい、木本優希ちゃんと私元アイドリングの本中の3名によって結成されたバンドみたいなユニットみたいなやつです。はい、はい、でそれぞれ女優歌手活動を行いながら、バカーシーコントロールとしてはあかねちゃんがメインボーカルと、キーボード、はい、そしてキーボーがギターボーカル、そして私がドラムボーカルを担当させていただいております。はい、でこれからワンマンライブを控えております。あ、なんと、はい、そうなんです。サードワンマンライブを控えております、うん、もう2回やってるとすでにということですね。で一度活動休止はしてるんですけど、また最近ちょっと復活しまして、はい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 、その第1回目の記念すべきサードワンマンライブを9月20日に控えている、そんなバカーシーコントロールです。最初に告知をするっていう新しいスタイルですね。そうそう、話すと長くなっちゃうんですよ、バカコンテ。忘れないうちにね、先に告知しちゃうよ、うん、え、いいんですか、うん、じゃないと伝わる。じゃあ喋りすぎちゃうからさ、何回、はい、何回やってもいいじゃん告知は。いいですよね。もう5分おきに、はい、もうお二人が出てった後も5分おきに、よかったよかった。先にじゃあ一発目のね、うん、告知を、じゃあ私、あ、じゃあいきます。頼んだ。2024年9月20日にですね、はい、下北沢モザイクという、ライブ会場で空き地でワンマンさせてもらえませんか、かっこ起床を開催させていただきます。オリジナル曲はもちろん、コーナーも、準備しております。で物販もですね、新グッズを今3人で一生懸命いろいろ話しまして、ね、はい、まあ、大体8月中旬ぐらいにリリースできたらいいなと思っておりますので、ワンマンライブと含めてグッズの方も楽しみにしていただければなと思います。楽しみにしてください、はい、あれよね、ポスター付きチケットっていうのが、でチケットも絶賛発売しておりまして、じゃあチケット情報聞いて。やばい。すごい今いい流れで来てる。大丈夫ですか。別に全然できるけど、うん、お金がやったからで, できるけどね。あれですよ、うん、あの私たちその結成したのがもう10年前くらいなので、うん、うちの番組より長いんじゃない。そうなんですよ、まあ、先輩何年お昼寝してたかちょっと分かんないけど、うん、だからあの写真とかも新しく撮り直したんですよ、うん、とっても素敵な衣装に撮影にしてきて、はい、うんうん、でその素敵な素材を使ったポスター付きチケットというのがありまして、その説明をお願いします。はい、まあ、おじしやばそこ、なんかすごいアップで撮ってもらってめっちゃ顔、人間それぞれの人間の顔が大きく写ってるポスターです。来日したてですか。日本語覚えたてですか。人間の顔って人間たちの顔がもうしっかり写ったポスターが、月のチケットがなんといや振らない振らない、まあ、でも本当にあのキーボーちゃんこうやって全然あの説明できてないけど、しっかりすごい衣装からセッティングからすごい一生懸命そうそう真剣にね取り組んでくれたんですよ。説明はできてないからちょいちょい釘は刺されてバカコーのスタイリング基本キーちゃん、そうなんです、衣装、そうなんですよ、メイクとかもメイクさんと相談して、適材適所そうです、そうです、それぞれあるんですよ。なんでその非売品のサイン付きポスター付きチケットというのが5,800円、うん、当日ワンドリンクプラスなんですけど5,800円、はい、で通常チケットが4,500円となっております、はい、けどもね、サイン付きですよ、はい、サイン付きで非売品なので、これ実演受付のみになるので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいです。数量限定、はい、そうですね、そのうち今はもう今バレたそう言っといてもらって限定っぽくてよかったなと思ったけど、そこ決まってなかった、うん、そんな感じですね。じゃあ、なるべくたくさんの方に素敵なポスター手にしていただきたいので、ギリギリまでなるべく受け付けたいんですけど、いつ締め切るかわかんないので、うん、皆さん急だ、うん、急いで買ってください。そうね、はい、確かに確かに、そういうことです。はい、はい、じゃあもう告知したから大丈夫だね、とりあえず今言った1回目は大丈夫、はい、はい、うん、大丈夫、そんな感じです、はい、もうすごいんですよ、あの普段ゲストコーナー真ん中に曲挟むんですけど、今回挟まってないんですよ、ね、はい、そうなんです、ね、バカコン喋りすぎちゃうの、多分早さんが気遣ってくださったんですよ、やっての気遣いが変なところに入ってるんですよね。そうそう、しかも1曲目からバカコンの曲流してる、そうね、はい、そう、優しい、ありがとうございます、ありがとうございます、
今日はたやさんが不在ということで、寂しい。いないんですけど、たやキャプテンから今日お題トークを預かってるんですよ、はい、いっぱい届いて、なんか2回に分けて届きました追加のやばい、すごい、はい、そう嬉しい嬉しい、朝1回と夕方に1回届いてる、めっちゃ考えてくれてたんですね、追加のお題トーク、1日考えてたんだと思いました、キャプテン、お題だけを落っことしてどっか行ってしまったそうそうそう、遠くに行ってしまったんです、たやキャプテン、そうなんですね、そうなんですよ、だから今日はそれをお題トークをもとに、うん、もう完全なるフリートーク、お、フリートーク、そう、たやさんが、まあ、まあ、大体ゲストさんって皆さん事前にアンケートを書いてくれて、うん、でそれをもとにちょっとちゃんとみっちり打ち合わせするんだけど、うん、バカコンはアンケートもなければ事前みっちり打ち合わせもなくほぼフリートークみたいな大丈夫ですよねってたやさんから来て前回一回来てくれたし、その時見てるから、うんうん、お二人とも喋れるからってことで、お題トークのみ嬉しい、お題だけ届いたから本当に全部自由に喋ってくださいとのことでした、やった楽しいね、ありますって言ってましたドキドキましたワクワク、はい、というわけでじゃあお題をじゃあ出していきましょうかね、はい、せっかくなんだろう、ディレクターからお願いします、はい、なんかいくつかある中で打ち合わせの時もね、なんかもうどれでもいいですぐらいな感じだったんでね、はい、僕の独断と偏見でドキドキどうしようじゃあ生まれ変わったら何になりたいか、生まれ変わったら何になりたいか、鈴木さんは僕ですいきなりさ、いきなり聞くの、僕からですか、 その間に考えるんだ今時間稼げない、僕はでもそうっすね、うん、生まれ変わったら何でしょう、あ、でも犬とかがいいっすね、犬、はい、なんでですか、めっちゃ楽じゃないですか、どこです、めっちゃ犬に似てます、言われてみればめっちゃ犬に似てる、確かに犬がいい、なんか猫って大変そうなんで、でも猫だわ、犬も大変ですよ、炎天下なんかアスファルト昼に歩かされたりする犬もいますから、でもなんか服着るじゃないですか、あったくない涼しげなね、わかりちゃん飼ってるんですよ、あ、犬ですか、犬さん、ワンちゃん、で、キーちゃんもね、飼ってるんで、あれ、みんな飼ってる、私は猫なので、あ、そうなんです、なるほど、犬派、犬派、犬、猫なんで、そう、犬ってだって全部やってもらえるイメージが、あ、まあ、ご飯もね、そうそうそう、確かに、確かに自由がない分楽かな、働かなくていいのか、働かなくていいのか、それは、ね、それは猫もそうかもしれないですけど猫確かにちょっと放置されがちかもしれない、気分屋なんでっていうイメージがもうついちゃってるから放置されるじゃない、うん、確かになんか期待に応えてちょっと気分屋でいなきゃいけないから、そう、それよりかはなんか犬の方がまとまってる、確かにな、まさかの動物だった、確かに人間、私はね、アリシア・キースさんっていうあの歌手、はいはい、キューニョスとか、うん、マライア・キャリーさん、あんだけ歌えたいの、あ、なるほどね、なるほど、やっぱ歌詞活動もしてるし、歌もやっぱ上手なんで、そうだ、バンドとして来ていただいてなんか、忘れないでください、鈴木さんの犬がなんかすごい聞かなきゃよかったアリシア・ハキーズとか聞いたの自分や、聞いたんだけど犬答えづらいよそうな、私も何かなとかって考えたけど、まさかそんな歌が、やっぱ歌感、確かにめちゃめちゃ、うん、あんだけ歌えたら気持ちいい、でもあちゃんだってすごいよ、そうだよ、いや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 、もうあちゃんだってカバーしてるじゃん、だって、まあね、マライア・キャリーの曲とか、テン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 って歌、何の歌軍歌みたいなやつテンテンあ、それそれ、あ、それあれ、あ、はいはい、あ、わかりました、まあ、クイズじゃない、イントロクイズじゃないんだよ、あ、わかったわかったわかった、よくわかった、これで最初からそれで聞けばよかった、アニメの曲みたいになっちゃう、ごめんごめん、あー、いいね、それよく茜が歌ってるの聞いたことある、うん、あるある、あちゃんのうまいもんね、きちゃんは生まれ変わるなら、うん、私はずっと昔から決めてて、え、何、ハリーポッターになりたい、何、初めて聞いた、初めて聞いた、ずっと昔から決めてたの私ハリーポッターがすっごい好きで、ハリーポッターのハリーポッターになりたいの、ハリー、ハリーになりたいの、ポッターに、あ、ハーマイオニーとかじゃなくて、ハリーポッター主人公だもん、なんで、あ、主人公だから、主人公だもん、ずっと出てるじゃん、え、あんな怖い経験をずっとしてて、あんなに世界中に愛されるって、なんそんな、なんかみんなもいやいや、その話聞いてる聞いてる聞いてる、その話もういいみたいな感じで真剣に聞いてる、魔法使いになりたいの、まず基本的に、あ、そこね、基本的にね、で、どの魔法使いがいいかって考えたら、やっぱり世界的に、うん、世界進出目指してる木本勇気としてはそうなの、初めて聞いたよ、そう、かっこ30、もうすぐ8だけど世界進出目指してるから
やっぱりハリーポッターがいいかなと思ってますね。初めてすぎる、うん、あ、生まれ変わるならだもんね。そう、まあまあ、そんな話しないじゃん。安心した安心した、うん、今からならないよ。今からハリーポッターなりたいって言ったらもうちょっとやばいよ。今後ハリーポッターを目指してやばいよ。チエタンは私はね、あの警察官。え、またなんかほら、違う見て、聞いて聞いて聞いて、こんな顔で見てたけど、ハリーポッターとそんな変わんないから、変わんなくないよ。聞いて聞いて、なになに、私結構やっぱ映画好きなんで、うん、やっぱアクション映画とか見るんですよ、うん、でそれもだから警察官、日本の警察官よりもこう海外の警察官、うん、あのちょっと私服警官みたいな、うん、ちょっとかっこいい感じで、うん、あの現場に出たいの。おとり捜査官とかやってみたい。捕まえたいの。捕まえたい、戦いたい、めっちゃ走ったり銃撃ちたい。あ、あーっていう、あのゲーム。え、ああいうのマーベルのさ、アベンジャーズのあの誰だっけ、女の人、まあ好きじゃない、ブラックウィドウ、あ、みたいなぐらいのかっこよさっていうイメージってこと。そうそうそう、ああいうかっこよさに憧れて、やっぱマーベル大好きだから、ね、全身タイツみたいな。全身タイツじゃない、全身タイツって言うと、まあ、なんか嫌だ。確かになんかほら、キャッツアイとかもほら警察じゃないけど、なんかおとり捜査じゃないけどさ、あ、まじで、ああいうかっこいい系、ピチピチの、うん、ピチピチは想像がつくけど、そうじゃない服のチータンは想像がちょっとつかない、うん、え、ピチピチがいいやめて、ピチピチのちょっと私が思い描いてる警察じゃないから、やめて、それで。やだ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 、ぜひぜひあのポンチさんにね、一日警察署長とかからまず始めてもらう、あのオファーお待ちしてます。でも4人の中で一番くだらなかったな、鈴木さんの。くだらないよ。一番くだらなかった犬だった。ごめんね鈴木さん、一番最初に聞いたからだもんね。4番目だったらもっといい、確かに、確かに、もっといい中で出てくる時間があれば、とっさに答えただけかもしれない、うん、そうだね、ごめんなさい、 うちの木本が本当にごめんなさい。じゃあ次のお題いきましょうか。はい、ドキドキ。なんか 3人が今10周年ということなんで、そうです、はい、なんかまあ長くやられてきてるじゃないですか。はい、なんかお互いのこう嫌なとことかってあったりしますか。え、待って待って待って、ちょっと待って、え、これ事前のお題になくないですか。あ、なかったですか。なかったですね、初めて聞いた。やられた、怖い、お互いの嫌なとこ、やられた、お互いの、やっぱフォンチーさんの話が長いところです。確かに、モンチーさん、今日も長く長い、2分前に行けばいいから、はいはいはい、ずっと喋ってました、モンチーさんが。じゃあ時間大丈夫とか言って、ね、言ってたよね、なんかバカ声になると喋っちゃうんですよ。いや、でも いつも1分前とかに来る。ここには確かに1分前に来るんですけど、1回5分前っていうルールを自分で作ったけど、いや、そうなんです、1回5分前にちゃんとここに着くっていうやってたんだけど、なんか暇も持て余しちゃって、まあここにね、あとそわそわするの、なんかずっと写真撮られると恥ずかしくなっちゃう、うんうんうん、だから 1,2 分前に登場で、そのまま始まるのがいいかなっていう、うんうん、確かにスッとね、そうそう、からね、恥ずかしいよ、なんか、うん、いやな、だからいっぱい喋っちゃう。そうなんですよ、それは関係ないけどね。なんかリアルな話すると嫌なところとかってちょっと一周二周回ってみたいなところはある、うんうんうん、ずっと長くやってるから、うんうんうん、どうしよう、めっちゃリアルなやつ。じゃ昔よりもやっぱ全員大人になってるから、うん、なおさら受け入れられるしっていうところ、だからそういうのリアルな一回置いといて、うん、すぐビール飲むところと、そんなに嫌だったの、ごめん。すぐにビールを飲むって嫌じゃない、嫌じゃない、うん、心配になる、あ、体調が、それはいつも言ってるね、うだ、うん、だから道とか歩いててもちょっとビール買っていいって言うから、道歩いてて、ちょっと私は飲まないからこそたまにちょっとびっくりする、私も飲まない、だからもう喉乾くんですよ、うん、そうですよね、喉が乾くんですよね、喉が乾いたらやっぱビールがいいな、選択肢がそこ、水とかお茶じゃないんですよ、ビールなんです、朝起きた時にまずお酒を飲まないと。はいはい、はい、休みの日とかは朝、待って待って、朝起きた時にお酒を飲まないとなの。お酒を、休みの日だよ、休みの日に、ああ仕事の日は飲むの、休みの日にこう何にもすきっぱらの何にもない胃の中にクーってなるのがいいの、すきっぱらになる、すごいよね。え、でもごめん、そんなにビールを買うのが嫌だ。そこです、そこです、初めて聞いた、うん、初めて聞きました。嫌なところ、チーターは、うん、お財布を持ってない、あ、持ってない、そうなんです、封筒ちょ、なんか財布を持ってない人とすぐビール飲んじゃう人なんですか。やばー、このグループ。ポリ袋みたいな。ポリ袋。え、これマジなんですよ、この人は変なんですよ。ポリ袋にお金を入れてるんですか。強盗した後です。今はこれぐらいのちっちゃいお財布を携帯につけてそこから出すようにしてるんですけど、なんかもう突き詰めた結果、荷物を多く持つのが嫌だってなっちゃったんですよ。
だからカバンも極力ちっちゃいのがいい。でもカバンすら持つの嫌だ、極力携帯一つで全部終わらせたいっていう結論に至って、だから運転免許証とかそういう大事なカード、銀行カード全部携帯に入れてるんで、お財布必要ないんですよ、うん、でちっちゃいミニ財布の中にお札を折って小銭入れてるんで、うん、お財布がまずいらないんですよ。で携帯あれば大体なんとかなるじゃないですか、まあうん、だから結論お財布いらなくないってなる。だってなるほどな。でもめっちゃミニマリストみたいな言ってたけど、今日でっかいリュックしょってそれやってた。あれずっと聞きながら打ち合わせの時もドカーってねでっかいリュックじゃねテーブルの上にドカー置いたで仕事の時はさすがにメイク道具とか、そうね、あとやっぱ前に練習があったのでバカ君、うん、そうするとこうスティックとか、うん、一応楽譜とかスティックは細くてまあちっちゃいけどねそういろいろとね、やっぱ仕事道具は一応なきゃいけないものなんで、うん、本当だったら持っていきたくないんですよ本当は、うん、貸し出し、スティック貸し出しとかしてくれるんだったらもう極力貸し出しでいいんです本当は。いや少なくしたいの荷物はね、だから、そう荷物が嫌っていうか、だからビールも心配になるし、同じくそのなんかその一応やっぱね女優さんという職業をやって道歩いてる時にお店とかでポリ袋出されたらちょっとそれもやっぱ同じメンバーとしては心配というかな、ちょっと隠したくなるというか、うん、だ言われたんでちっちゃい財布買ったんですよ。かったよかった、うんうん、かわいいやつ、ね、ポリ袋は持ってる、ポケットとかじゃないですポケットじゃないです、ポリ袋でもびっくりした。そう、その時はたまたま持ってたのがポリ袋で、うん、まだちっちゃい財布買ってなかったんで、まあ、封筒の時もあった、うん、封筒の時もあったよね。よかったよかった。おろしたて、お金おろしたてそのまま封筒を1週間ぐらい使ってました。北の国からじゃないですかもうすごいっすね。そうですね、めんどくさくて、なんかあの荷物が、あで私もう仕事なかったら多分携帯1個しかかけてない、携帯1個でもお出かけです。うーん、そうです、どこ行っても全部、まあ、極力持ちたくない。携帯とちっちゃいミニ財布ついてるのさえあればもうどうにかなっちゃうんで。こだわりで言ったらさ、うん、あの、あかねちゃんの何としてでも早く行きたいというか、何があっても早くに行ってしまう、嫌だってわけじゃないけど、やだやだ、あの置いてかれる。あ、そう、今日もちょっと置いてたよ、歩くスピードがってことですか。歩くスピードもだし、確かに自信持って違う方向行きましたこのスタジオに来る時に、そう、控え室からここ来るまで ね、うん、ね、どこに違う方向向かってた、うん、確かにすぐ置いてかれる、すぐ私たち歩幅一緒なんですよ、私とキーちゃん、はいはいはい、基本なんか2人でとことこ言ってて、うん、あーちゃんがなんかブツブツ言いながらそうそうそうなんとかさ、なんとかで、ね、なんとかでさーって言いながら、すごいブツブツ言いながら歩いて、でもスタスタ歩くことによって今日1本早い電車に乗り換えで乗れたから、あ、ね、まあまあまあ確かに、あーちゃんのおかげで、そう、うん、必死についてたもんそこかな、あかねちゃんのやっぱり道わかんない時も私とキイちゃん一回立ち止まって調べるんですけど、あかねちゃん気づいたらいなくて、そうだいぶ前に行ってこっちだよーって街中でみんな振り向くんですよえみたいな、ね、こうやって看板みたいな感じで、どこかなとかって言ってたらこっちこっちみたいなだいぶ遠い先にいてですよ。せっかちなんですか、そういうわけではなくて、せっかちというか、なんか省きたいんですよ、無駄な隙間というかあーでもそれはあるかも、あーちゃん、何事も時短、うん、うん、あるある、自動ドアの前とか、あの手を先にかざして開けたいタイプ。あー、センサーに、なるほど、そんな 0.2 秒ぐらいしか変わらないんじゃない。そう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 、まあ確かにね、でもちょっとマシやんなんかちょっと確かに早めに開くことによって涼しい風が来るとか、そういうこと。うん、早い、違う、真っ向からして真っ向から、真っ向からちょっとしっかり考えてしかもでもね、今違う、今、はい、だって夏だからって思って、まあね、リアルに考えたら暑い風が来るからなって思っちゃったの今。あー、なるほどね、うん、そうなんだ、分からん、じゃあやったことないからさ、暑い風が冷たい風かはちょっと分からんごめんね、まあ、入る時と出る時で変わるから、うん、確かに確かに確かに、そうですねそう、あ、うん、そっか、入るときね、うん、そうだね、春入るときはその方が涼しい出るときの話されてたそこからもう噛み合ってなかったねなるほどね、うん、だから嫌なところというよりは、うん、まあ、お互い心配なところというか、心配なんすね、でもね、なんかそうですね、気になるところ、うんうん、でも確かあかねちゃんの言う通りで一周二周回ってるよね、もう、うん、なんか本当にもう最初からなんですか。じゃあ最初からもう財布持ってないし、すぐビール飲むし、すぐ自動ドアに手出すしいやあんまりでも変わってないえ、昔はそんなにひどくなかったんじゃない。昔ちゃんとお財布持ってたのそう変わってないってちゃんと持ってただからビール飲んでたことだけ変わってない私は変わってない。ライブ出番終わってすぐそのライブハウスだと飲み物ね、ビールあったりするから、うん、ビール飲んでいいとかやってたね。確かに喉乾くから、きちゃんだけ変わってないかもしれない成長してないやつみたいな
そうか、だから飲み物ないんすね、今ここに。あ、やる、ただ単純に持ってくるのは。でも今日お祭りとかが多い、うん、みたいで、出店に、やっぱ出店ってビールとかハイボールとか多いじゃないですか。すね、はいはいはい、さっきも見ちゃってね、すっごいクッて思ったんですけど、さすがにラジオの前なんで飲んでないです。でもゲストさん飲んでた時ありましたよね。ありましたね、ありました、ありました。言ってくださいよ。遠慮しちゃった。知らなかったか。遠慮しちゃった。一応ちゃんと遠慮してくれてんだよ。そうだよ、そうだよ。プロとしてねって書いてめちゃくちゃ我慢したんですけど、飲みたかったです。いやでもやっぱそうですね、お互いみんな心配になりながら、うん、やっぱりそうですね、うん、結構一緒にいる時間も長くなってきたんで、うん、喧嘩とかないんですか。喧嘩全然ある。ある。え、喧嘩、そんな中、殴り合いとかはないですけど、はい、話し合いがヒートアップするは全然あります。この一個のことについてどうする、ああするみたいなのはあるけど、ぶん殴ったりとか、あ、そういう喧嘩はないね。クソガーみたいなのもないです。怒り方が怒り方の知能指数があるの。そういう喧嘩する人たちってそういう喧嘩する人たちいないでしょ、逆に女子グループで。わからんよ、いるかな。うん、髪の毛引っ張ったりだ。怖ー、うやまえとか言っちゃう。バカ子は平和だね。うん、バカ子は、じゃちゃんと話しちゃう。含みを持たせましたよね。そうだね、バカ子は、バカ子はちゃんと大人なんでも、そうね、話し合って解決する。うん、なるほどね。そうです、そうです。いやでもいいですね、喧嘩も、喧嘩ではないのか、ちゃんと話し合いつつ、うん、そうです、お互い心配しつつで10年。そう、10年、はい、長いね、長くなってきたね。解散の危機はなかったんですか。解散の危機、ね、まあ、でも一回活動休止、うん、お昼寝という名の活動休止をしてるんで、はいはいはい、それってまあある意味その、うん、まあ喧嘩やっぱスタイル、うん、3人やっぱ違う人生歩んでるから、ベクトルとかスタイルがやっぱ、うん、すり合わせるのが難しかった時期だよね、きっと。あれはね、そうだね、うん、まあ、私が辞めたいと言った。私がやりたいと言い始め、私が辞めたいから2人で やったらって言うってところでちょっと揉めました。ああ、うん、初めて言ったんじゃない、うん、私が辞めたいと言ったって、うん、嘘、私が辞めたいって言った。多分他のとこでは言ってるかも。あ、初めての時では言ってないかもだけど、うん、他のところでは言ってる。私がやりたくないというか、友達でいたかった、3人、うん、あー、なるほど。なんかその方向性の違いとかもあるけど、話し合いがヒートアップして仲が悪くなるのが嫌だったから、やめたいって言った。こんなぶっちゃけたの初めてじゃない。本当だ。そう、でも思い出すと泣けてくる、なんかいろいろあって、うん、ね、私覚えてるよ、なんか、うん、某ファミレスで3人で泣きながら周りからしたら多分この人たちどうしたんだろうってもうやめたいっていうキーちゃんと、いや私たちはどうにか続けさせたいみたいなので、いやだみたいな感じで言ったけどでも最終的にちゃんと話し合って、じゃあ一回休止にしようって言って、だから今回復活したのが私は奇跡だと思ってて、こういう話すると泣けちゃう、泣いちゃう、どうしようって思ってて、だからこのままもう一生やることはないと正直思ってたんですよ、うんうん、私なんかギター売ってましたからね。そうそう、メルカリ、はい、で、なんかそうそう、みんなでなんとかマートみたいなところにもう一回なんかやろうよっていう話になった時に、いいねってなったけど、うん、この間ちょうど売ったんだよねみたいな。全てを8万円で売りましたって、8万円で売っちゃったよとか言っててね、買いました、だから新しく、うん、8万円で、いや、ちょっといいやつをもうちょっといいやつだね。決意を新たに、はい、だからそんな奇跡を経てのサードワンマンライブなんで。そうなんですよ。次の告知の時間が来た。みんな来たくなったでしょ。ここまで話したらね、みんな来たくなっちゃうよね。9月20日下北沢モザイクにて、はい、バカンシーコントロールサードワンマンライブ来てください。お願いします、お願いします。何の話だったっけ。え、嫌なとこ、あと鈴木さん、鈴木さんの嫌なところの話。初対面ちょっとまだ見つけられない。この速さで見つけられてる今相当嫌なやつ。相当嫌なやつですよ。あるかな。お、探す。鈴木さんの時間内で見つけられた嫌なとことかないですか。鈴木さんの、はい、僕の、え、だから今んとこないんだよな。ない、そう、ないのよ。やっぱね、あの初めて会った時にさっき話したんだけど、うんうん、やっぱできる人オーラがすごい。うん、あ、何でも仕事とかも、うん、優しそうだし、あ、優しいと思います、うん、もう、で私でも6年やってて、うん、未だに鈴木さん
本当に思ってるうちのことって別のことなんだろうなって思ってます。本音が別にある、腹の中でいろいろ思ってる。私の中でミステリーまだミステリーなんです。へー、たやさんは分かりやすいですけど、なるほどね。いまだになんかお話ししてる時に、うん、でも鈴木さん多分本当に思ってることって別にあるんだろうな。なるほどね。この腕を組んでこうやって話す感じが今じゃん。そうなんですよ。え、あ、どうなんですか、そこは。あるんだろうなって思ってます、未だに。そんなこともないですよ。本当ですか？そんなに割と言ってますよ。本当ですか？はい、あなた、さっき優しいと思うって自分で言ってたから、うん、優しくないけど優しいと思うよっていう風に装ってるかもしれない。急に悪い人にしようとしてるのやめな。急にやめな。イメージを操作しようとしないでください。ないんだよね、でも。ない。まあ、でも。いや、まあ、ないですよね。うん、今日発見したらすごい嫌だ。言うてまだ3時間ぐらいしか経ってないですよね。だからね、今とか、まあ、今後見つけていけたらと。そうですね、次の時にね。はい、次の時に。めっちゃボロクソに。またさ、しないでさ。じゃあ、またタヤさんいない時に、じゃあ。かわいそう、キャプテン。そうか、基本タヤさんがいるから。そうだね。ここでこう話すことはないですね。確かに。そうなんです。レア、レア回。レア、レア回。すごくレア回。はい、じゃあ、周年の時ぐらいですよ、タヤさん。年に1回あるかな、そのタイミングまでに、そう、来年までに、来年まで10周年、10周年、10周年記念、1年ぶりです、どこが嫌でした。やだそんなの。1年間でどんどんイメージが膨らんで思い出したんですけど、1年前の時とか言って、1年前の思い出を語る。そうですよ、これ放送の後に何かあったんでしょうね。怖い。怖いわ。でもそっか、せっかくお題もらったからあれですかね、もう一個ぐらいやらないと。そうですね、もう本来だったらゲストの時間とっくに終わりなんだ。そうなの。本来だったら、この後、うん、S ディレクターと2人で今後やってみたい企画を話すって話だったんですけど、じゃあ4人で今後やってみたい企画を話しましょうか。急にどういうのが、お二人は何かあったんじゃないの。あ、一応、うん、そうですね、もともとアシスタントみたいな子たちがいたんですけど、ヒーメロはそうだ、ヒーメロ合ってるんで、2人、うんうん、そうです、うんうん、一番最後に卒業してたヒーメロ、うんうんうん、またああいうのはやりたいよねっていう、なんだけど今まで女子メンバーばっかりだったから、はい、今度ちょっと男子メンバーで化学反応、 あと鈴木さんと言ってたのはおじいちゃんとか言ってたの面白いんじゃないかみたいな。おじいちゃんとかもう芸能関係ない歯医者さんとか、なんかかなりいろんなことを聞かれてた。そう、もういろんな職業の人のいろんな、なんか視点の意見とか、うん、面白いんじゃないか。ここに貼っとけばいいじゃん、バイト募集みたいな感じ。バイト募集、今日のゲスト募集みたいな。かも前のお店とかに声をかけに行くとか、ちょっと今日と空いてます。いらっしゃいませ、やってる人に、あ、ちょっと今ちょっとだけいいですかって言って、ここに座ってもらう。一回鉄板焼き屋さん来ましたからね。結構面白かったですよね。そうですね、まあ音楽やってる鉄板焼き屋さんだったんで。あ、そっか、音楽やってなきゃダメなのか。あ、いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ、はい、でもアイドルやりながら歯科衛生士の女の子もいましたし、でも月替わりでそれこそね、専門性のある人呼んだら面白そう。何かにつけて、その、じゃあ歯科衛生歯的にはどうですかって聞いたら面白そうじゃない、うんうん、何かにつけてそのワードだけ一瞬考えちゃう。歯科衛生士も歯磨きいいのかな、その視点からしたらとかさ、音楽そのパン屋的に言うとお祭りどうですかとか、あるじゃん。お祭りでパンは売りにくいなとか、うん、分かんないけど。おもんなくない？そのラジオ全然面白くないけど、私はちょっとね、ほらみんなうなずいてるよ。そのラジオは、はい、却下です。パンは売れますか？ダメだって。パンは売れますか？却下です。うん、まあでも専門性のね、ある。そう、はい、なんか呼べたら面白いですよね。もう歯医者さんはでもね、もうオファーしてるんですよ、実は。そうなんですか？はい、もうあいつでも行きますよって言ってます。何話すの？歯についてですか？やっぱ芸能人といえば歯だから、うん、あ、やっぱセラミックはいいのかとか、インプラントとかって実際どうなんですかとか、矯正とか、矯正しかないんですよ。あ、はい、矯正なんで、そこら辺はやっぱやられる方多い、あれですね、芸能の中でも。あの、なので、その芸能人で一番綺麗な歯だと思う人誰ですかとか。面白そう、うん、面白そう。私さ、あのアイドルやってた時にこれマイク持って踊ってたらぶつかってマイクが歯に当たって歯が欠けたことがあるの、うんうん、そのままその直すお金がなくてずっと歯欠けたままアイドルやってたのよ。そしたら握手会にこうやって来て、歯医者です
歯が欠けてますとか言ってなんとかっていう治療で剥がされちゃって治療気になるって時がありましたね。ぜひその歯医者さんにあの続きはかけてたんですけどってのは聞いてみたいところでは DM してほしいに見てたら、ね、だから職業病だよね。そういうさ歯を見てたわけじゃん、うん、そうずっとねここのねかけた歯を見られてた、ずっと気になってたんでしょうね。全員が全員キーボードの歯を見てたわけじゃないから、うん、面白いね。確かにやっぱ専門だから歯見ちゃうんだろう ね、でもだからでもそれは視界で言われそうだね。歯をできるだけ出さないようにだって嫌じゃない歯見られてたんやと思ったらもう恥ずかしくなっちゃ う、ね、恥ずかしいよ ね、だからすごい嫌だなって思ってそれも歯医者で思い出しました、うん、じゃあ歯医者さん来るときにあ今はでもありますもんねちゃんと今やだその言い方鈴木さん今は歯ありますねありますよ直しましたよだいぶ前の話ですからもう見せれない私の前歯やめてよその顔で喋るのうん、でもね、そういう企画そうです、うん、やりたいなと思って、うん、10周年とかもね、何か、まあ、もう周年は毎回来ていただいてあ、そうです周年ゲストイベント周年ゲストみたいな、うん、何を話すの周年の私たちは1年ごとにおめでとうございます1年間どうでしたとか言うねまた ね、10周年なんで何かこれから企画何かないですかって話を毎回同じことやればね毎年同じ話顧問みたいな偉そうな顔で、うん、それいいと思うねとか言っているよねたまに来て言う人いるそういう人そういう担当でバカンシーコントロール何考えてるどうしたどうした、うん、どうしたのじゃあなんかどんなアーティストを呼んだら面白いかあ真剣に考えてくれてた考えてくれてたの花火師さんはあ花火師さんやっぱちょっと減ってったりしてるんだよね、はいはい、きっと伝統をしっかり応援するっていうさ、ねうんうん、1年にね1回の危ないし ね危ないし、うん、危ないし危なくないあれ危ないです危ないですよね僕の友達花火師ですけど、1回事故ってますほら、あでも友達だったら呼べるじゃないですか花火師あでももうあのずいぶん連絡を取って友達かなあ、うん、あのお給料事情気になりますねあでも給料いいっぽいですよ、ね、えそうなんですか、なんか打ち上げられないとだいぶ赤字になるって、だからなんかそれをテレビのドキュメンタリーで見たときに、うんあの毎年なんか雨とか大雨とかでさ、ね、大きな花火がさ、うん、花火大会が中止になった時に、うん、えこの花火師さんかわいそうってやっぱ思っちゃうようになって、うんうん、それってさ舞台とかでさ稽古を1ヶ月かけてやって本番がなしになった時にギャラがもらえないみたいなのと一緒あるじゃんそういうの、うん、うちらの世界でも、ねうん、あんまり言えないけどあるじゃん、うん、私もねなんかお金払ってくれなかった人にツタヤで会ったことあるあーと思ってでもなんかみたいな感じでなんか何とも言えない感じでスーって別れてたけどまあそういう時もあるよね、うん、そうね、まあ、アーティストですよねやっぱこの夏、ね、夏輝くから、うんうんうん、そういう話もね聞けるなら聞いてそうですね、 いろんな職業の方に、うん、そういう企画やっていきたいですね今後確かにいろんなアーティストっていう意味ってことですよねそうです、うんうん、最初歌手はアーティスト応援部だったんで、うんうんうん、うちのこの番組が歌手取ったんですよ、うん、あーでもアーティストもちょっともあれでも職業応援部みたいな応援部応援部職業応援部人生応援部世の中の職業を頑張ってる人たち応援部、うん、素敵素敵ちょっとあんまピンとこないしかも素敵だよ人生職業応援部、うんでもなんかね、田谷さんもよく言ってましたね、いろんな人呼びたいっていうのはね。言ってますね。ちょっとやりましょう、企画しましょう。なのでそれが1年後実現されてるかまた。あ、そうですね。またやってないじゃないですか。あんだけ言ったのに、ね、花火師呼んでないじゃないですか。なんでパン屋さん呼んでくれないんですか。パン屋さん呼ぶ流れだったんですね。パン屋は却下、パン屋は却下なの。もうすごいバッとそうなんですもう44分っていうあもう終わりそうもう終わりもう本当はとっくに終わりあとっくに終わりなんですもっとこのままエンディングのコーナーですはい、はいはい、すいませんなんだかたやさんからお題いっぱいもらったのに結局たやさんです1個しか話さなかったそうですねごめんなさい一日中考えて個人的に個人的にみんなでお返事すればいいじゃんじゃあこのままちょっとバカコンにはいていただいてはい、はい、そのままエンディングです、はい、はい、ということで番組もエンディングですここで番組からのお知らせですアーティスト演舞では番組に出演したいアーティストを募集しておりますお家で聴いているあなたもすぐそこで見ているあなたも次戦打線は問いません応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募くださいエントリーは番組ホームページからアーティスト演舞もしくは a-ouenbu.com で検索してくださいよろしくお願いします
やっぱりあれですね、最初に告知して正解でした。あ、本当ですね。はい、やっぱ45分なんだよ、もう今あかねちゃんがあれもう番組終わりだ、喋りすぎた小さい声で言ってきました。マイクに乗らないように小さい声で今言ってきました。喋、はい、りすぎてすいません。マジで喋りすぎてごめんなさい。たくさんねお話をね、うん、もう最初からそのつもりでもいたんで、この台本せっかくね送られてきた台本なんですけど、はい、もう無視するって今日は望んでいるので、1曲目に流すリスタートすら流してない確かに今日エンディングをじゃあリスタートを流していただきます。お願いします、はい、すいませんもうやっぱバカくんは喋っちゃう、ね、リスタート流しちゃうからまた始まっちゃうまた戻っちゃうからね、喋りすぎちゃうんですよね。はい、まあでも予想通り、え、本当ですか。はい、いや、あのそういう風にタヤからも聞いていたので、大船に乗ったつもりで今日は。あ、本当ですか。ありがとう。鈴木さんどうでした、私たち大丈夫でした。あ、もちろんですよ。もう僕がね珍しくもうめったに出ないんで。あ、そうそうそうなんです、はい、もうレアキャラ、この番組ではレアキャラなんで、僕がもう本当ガチガチに緊張してたんで。嘘だ、絶対嘘ですよ。そこですよ、本音。あ、出た、そういうとこ。あ、出た出た、そこね。そっかそっかそっか。でもよかったね、生まれ変わったら何になりたいかとかさ、うん、掘り下げができたじゃん。確かに、レアキャラなのに。俺掘り下がったの犬だけ犬だけ犬だけ。あ、犬の人だ。犬の人になっちゃってるんですよね確かに面白い、ね、楽しかったです、すごく、うん、本当にたくさん笑いました。もう一個ぐらいお題いきたいんですけど、多分喋りすぎてもうエンディング乗らなくなっちゃうんで、うん、一言だけでなんかいけそうなお題、一言だけで、はい、宝くじが100万円当たったらどうしますか。宝くじ、じゃああちゃん、うわどうしよう、車の全部メンテナンスしてバチバチによくする。あーちゃんの愛車ね。私もめでたい。3人でキネマクラブでワンマンライブやる。あー、なんかみんないいね。え、私投資に回す現実的やりやすいやすい。鈴木さん、鈴木さん、あ、僕はもう妻に。え、あれ、ずるい、ずるいぞ。いや、あれ、さ、1番にすればよかった今日ずるい。今日放送聞いてるんですか聞いてればよかったずるい、なんか私たちだけなんか欲望みたいな。いつもありがとうねって言って100万円。うわー、ずるい、素敵だな。いや、実際100全部は多分渡さない。50万円ぐらい半分半分リアルに分ける、折半リアルに折半ですね。宝くじだとそうかもしれない。100万って意外となんか現実的に考えたらすぐなくなるよね。そうだね、100万円。でも100万円ってやっぱでっかいよね、大きな数じゃない。うん、まあね、ワンマンライブでもいいですね。確かに、うん、キネマクラブって大好きなライブハウスが、うん、いいよね。お金もかかる、だからいっぱい100万円使って借りて、100万円のなんか余ったお金でその辺の人たちにお金あげるんだけど、やばいやばい、怖いよ逆に。怖いよ、受け取り絶対好きになってくれると思うんで。金で、そう、金で、金でお客さんも、やだお金で。100万円ってその分の100万円そんなストレートな集客方法に使うんですね。お願いします。やだ、でもきっと好きになってくれる。見たらさ、みんな見てないから今歩いてる人とかも私たちのライブを知らないけど、1万円ずつあげればみんなだもん。そうそう、したら見に来て絶対見に来てくださいね。複雑じゃない。やっぱりサードワンマン見てもらわなきゃいけない。そうだね、あ、また告知をしようもう終わりだよ皆さん、9月20日バカンシーコントロールサードワンマンライブです。ありがとう。あ、ポチポチしてくれる。下北沢のモザイクというところで、はい、やりますので、ちゃんと演奏します。ずっと喋ってるわけじゃなくて、それこそエンディングのリスタートも演奏するよね。時間がもうなくなっちゃう。するよ、ほら、もうなくなっちゃった。これで締めましょう。はい、なのでぜひサードワンマンライブ皆さんお越しください、はい、ということで本日のゲストはバカンシーコントロールから福田茜さん、木本ゆうきさんでした。そして S ディレクター代行ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた来週も見てください。